の気持ちだけはいつもいつも心に言い聞かせているよ。ただいま、おかえりのその言葉を聞きたいです。いつかお互いに笑顔で会える日が一日も早いことを願ってます。日本の温泉はいいよ。指宿霧島に行ってのんびりさせてあげたいです。今この時だからこそみんなで助け合いましょう。世界がいがみ合っている場合ではないと思います。どうぞ北朝鮮そして日本が手を握り合う日が来ますように願っています。風は北朝鮮に拉致され今なお戦っている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。